いやちょっとでも本番前にちょっと意外な安田さんの苦手なもの発見した。俺ちょっとビビった。何ですか？いやなんか俺あれ見てんの最近、アメリカの連続ドラマ24とか見てたんだけど、最近あのちょっと俺スキャンダルってやつ見てて、なんかスキャンダルってやつまだシーズン2までしか DVD 出てないんだけど、それたまたま見てんの。あとなんか誰かにもらって、知り合いの人にもらったやつのブレイキングバットってやつも見てたりするんだけど、でみんな見てんのはウォーキングデッドだっつって、ゾンビのやつだっつって言ってて、安田さんにさっき言ってちょっとパソコンで見れるやつちょっと見せてたら、もう安田さんゾンビ出てきたら超ビビってたじゃん。いやもうダメダメダメ。ゾンビ苦手なの？いや苦手っていうか、ゾンビ怖いの？え怖くないですか？俺あれもダメですよ、あのゲームのやつ、なんだっけ、あのバイオハザード、バイオハザードとかも。ゾンビ怖いの？いやお前みたいなやつが。お前だって、お前だって、まあ、お前に関しては後でなんか言うとしない。お前なんてさ、ゾンビでもチンポ立てそうなタイプじゃん。そんなわけないわ。いいなゾンビとやれんのみたいな。なんだと思ってたんだよ。ゾンビ苦手なんだ。正の化け物じゃねえか、それはお前。ゾンビ苦手なんだと思って。いや、苦手っていうか、おーいや別にそれは怖くねえよ。なんでそんなお前におーって言われただけで怖いんだよ。何カッコつけて。いやカッコつけてないけど。正面漏らしてんじゃねえか。いや漏らしてないけど。いやそんなさ。ゾンビ怖いの？いやそんな40過ぎぐらいのおじさんがあーって言ったぐらいじゃ別に怖くないよ。ただそのフォルムとか、なんかブチャーっていうなんかほら、ああいうのってほら、ゾンビ映画みたいなやつもね、潰されてもまた生き返ってくるとか。怖い映像はよ、もう見てホラーが嫌なの？ホラーもほとんど見ないね。あそう、映画見ない見ない。あの13日の金曜日とか、あ13日の金曜日も見てない、見ないの、見てない、怖い怖い怖い。いやだからそれは怖くないって言ってんじゃん。おじさんがわーって言ってるだけだもん。わかんねえな。わかるだろ。大体わかるような気がするんだけど。でもあれでしょ、だからまあいいよ、じゃあちょっとじゃあゾンビの話、俺がほら怪談話じゃなきゃゾンビの話するわ。はいはい、あの心理テストね、はい、あなた今山小屋のログハウスに一人でいます、うん、風がすごく吹いてます、はいはいはい、ドン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 って音がしました、はい、あなたドアを開けますか、開けませんか。いやー開けません。開けません。はい、そうするとバーンバーンバーン、ドアをすごい力で叩かれて、大量のゾンビが入ってきました。おー怖いだろ。いやだから話は怖いけど、そのお前のそのわーは怖くない。いや階段マジで。いやださっきの怖がってないの。タモリ怪談話の途中でタモリさんがうわーとか言って、アイドルとかうわーってビビるやつやったのに。いやいやいや別にそんなにビビらないですよ。俺が何が嫌いかがあんま分かってないよね。ゾンビ怖いんでしょ、だってゾンビは怖いけど。そんなにメールも来てんだよな。ラジオネームルノワール野口、うん、FM 群馬、うん、蓮舫さん好きな食べ物は何？なんだろうな、人の心臓だよ。わね、そんな怖くないんだよ、それ。それだと。それだと怖くないの。痩せ我慢。痩せ我慢じゃないんだ、ばっか。子供がいるから。今のは蓮舫さんの答えが聞きたかったからさ。違う意味で裏切られちゃったよ。がっかりだよ、逆に。コーナー行くよ。コーナー、はい、お願いします。はい。はい、それわかる、有吉のそれわかる。ポップになりましたね。誰にどんないじめられ方をされたいのか、有吉さんがわかるかわからないで判定していきます。はい、ラジオネーム、たけみ。はい。二階堂ふみちゃんに、全裸で仰向けに寝ている僕のギンギンになったチンコを足でふみふみされながら、チンコどこにあるの？ねえ、チンコどこにあるの？あなたのチンコどこにあるの？と言われるが、ここですと
とは言い返せず涙を流しながら歯を食いしばりたい。わかる。これはわかるな。これはわかる。わかるなって周りに同意求めてもさ。わかるな。わかるだろうじゃないんだよ。わかるだろうじゃないの。これ有吉さんがわかるかわからないから。本当？はいはいはい。俺に長渕剛ばりのカリスマ性があったらでもみんなわかりますって言うだろ。カリスマ性はありますけど、これに関してはまた違いますよ。はい。わかりますね、これは。はい、ここいいよね。二階堂ふみちゃんにチンコ足でふみふみって言うとか、ラップっぽくて。韻を踏んでて。チンコふみふみ。チンコふみふみ。おお。なんか怖くねっつね、それ。何ちょいちょい入れてくんだよ。ラップゾンビってなんだよ。いや、わかんない。ラップかがわかんないもん、まず。なよーって言ってるだけだから、わかんない。かっこつけて。かっこつけてないんだよ。そんな俺の何が怖いって。震えながら、しょんべん漏らしながら、そんなこと言ったってな、通用しねえよ、そんな。説得力ねえよ。しょんべんも漏らしてブルブル震えながら。言ってもいいし。お前よ。わからないな。あげとこう。ちょいちょいわかんないんだよ。ラジオネーム、満腹って。だからそれ怖くないって。なんと。ラジオネーム、あ、ごめん。そうだ。安田さんばっかり相手してたこれ大変だ。ゲスナーのレンチゲームみんなおしっこ漏らしてる。いやいや、漏らしてないよ。怖すぎて。漏らしてないよ。ごめんごめん。そうだな。楽しい放送やろうな。まあそうですけど。うん、今のゾンビ嘘だからな。いないよ。どんだけバカだと思ってんだよ。聞いてるやつ。ラジオネーム満腹亭稲荷、はい。満腹亭ゾンビ。いや、全然怖くねえから、だから。解明でもいいですよってなるよ。満腹亭稲荷も多分解明してもいいですよ。ラジオネーム満腹亭稲荷こと満腹亭ゾンビは、いや、うまくも怖くもねえわそれ。全然 E ガールズのE ガールズの金髪にいつものようにチンコを踏まれているとE ガールズのその他のやつらがやってきて、私もやる、私にもやらせなさいよと、チンコが踏まれ放題になり、ついにチンコは爆発する。金髪が必死の俺に向けて唾を吐いた後、なんかうまいもんでも食いなよと五千円札を股間に挟んでもらいたい。いいガールズ、金髪のやつって言うなよ。名前、名前が全然出てこない。俺も知らねえけど。金髪ゾンビな。ゾンビじゃないんで。ゾンビ怖くないから。ゾンビっつったって怖くないから。いいゾンビだろ。いいゾンビってなんだよ。エグゾンビの仲間のいいゾンビだろ。エグゾンビはちょっと語呂いい。エグゾンビの方はちょっと語呂がいいな。ネジオネーム悶絶。女性芸能人 VS 俺一人で野球をしていて、バッターボックスに俺が立つと、ピッチャーの誰逃れになぜか3球連続でインハイを攻められ、おい危ないだろと抗議すると、ファーストの佐々木希、セカンドのマギーちゃん、ショートの堀北真希、サードの北川景子がマウンドに集まり、グラブで口元を隠しながら、え、あの人怒ってるけど勃起してない、キモくない、ビンビンじゃんと言われ、恥ずかしくなりながらも、ど真ん中甘めに入ってきた4球目を左中間へ飛ばし、全力でベースを回る俺。しかしレフトの根本晴美がとんでもない強肩を見せ、うっかり三塁を飛び出して挟まれてしまい、キャッチャーの深田恭子とサードの北川景子にじりじりと寄られて、なぜかタッチアウトではなく僕に向かってバンバン硬球をぶつけてきて、もうこれ野球じゃないです、やめてくださいと半べそをかきながら、深田恭子に向かってアウト覚悟の突進をして、胸にぶつかってニヤッとなったところを、北川景子からすごい強くチンコをタッチアウトされたい。わかるー。出ましたね。いいね。いいですか。いい、すごくいいですか。うん、女性芸能人 VS 俺一人で野球ってところはもうたまらないですね。もうそれだけで僕はもう射精。射精って何だ。射精って何だよ。もう言っちゃってんじゃん。思わず、あげとこ、あげとこ。思わず分かりすぎちゃって言っちゃったじゃん。もうブレイク。
さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、両親サンデーナイトドリーマー。本日のメールテーマは、有名人のツイッターということで、有名人のね、皆さんがどんなツイッターでつぶやきをしてるのかを聞いておりますけれども。はい。あれ、あ、こんなの来てんの、うん、ラジオネーム、忍び、うん、FM 新潟。うん、ほう、ゾンビの話嘘だったんですね。心臓が止まるかと思いました。これ以上、お布団をおしっこでびちょびちょにしたらお母さんに怒られるとこでしたよ。それにしても安田さん、勇気のある人だな。嘘だろ。いや、ほら、危なかった。本当に？いや、それみんな怖いんだよ。怖いの？ラジオネーム、F 子 F 次郎。うん、有吉さん、もう本当にゾンビいない？本当に？だったら机の下から出ようと思ってるんだけど、もうゾンビいないよね。本当大丈夫？おいゾンビ、俺はエアガン持ってるからな、来るなよ。いやね、有吉さん、もうゾンビ本当いないよね。いや、じゃあもうゾンビはもういますよ。これで入ってるってことでしょ。これで入るの。やっはずだ。いや、わー、おじさん、おじさん、おじさんもやめた方がいいよ、ほんと。ラジオなんだから、これ。FM ラジオだよ、これ。ね。何やってんのよ、ほんと。お前は、勇者だな。勇者じゃねえって。このゾンビ攻撃でそんな平常心でやれたの、安田さんが初めてだよ。いやいやいや。俺の怖いのとまた違うんだよな。苦手なんだけど。わからないかな。ツイッターの話、はい、ラジオネームすまし顔、うん、FM コーチ、先ほどツイッターを見ていたのですが、うん、マンチェスターユナイテッド所属イングランド代表ウェイン・ルーニー選手はフォロワーが1000万人超えでした、うん、そのツイートの内容は2人のお子さんを抱えたルーニー選手が笑顔でプールに入っている画像など微笑ましいものばかりでした。あれさんも微笑ましい内容のツイートしてみてはいかがでしょうか。いや、俺へのアドバイス聞いてねえんだよ。今の丹波哲郎だよ。そうだな、丹波哲郎だよ。霊界は本当にある。違いがそんなに。今の丹波哲郎だよ。丹波哲郎だよ。ビビるなよ、ゾンビじゃない。そうだろ。ラジオネーム自堕落坊や、ね、FM 群馬、ブリトニー・スピアーズのツイッターはやはりエロ全開です。プロフィール写真で男を引きつけ、随所で自分の生活ぶりを見せることでものにしてしまう。そしてプロフィールをよく見ると It's birth! It's birthy bitch! という言葉、これはフォロワー数が4000万578、さす、なんか4000万超えの世界7位の意味わかりますね。ああ、そうだ、イッツブリトニービッチだ、イッツブリトニービッチって言ってんだって、うん、いいね。いやらしいな、ブリトニースピアーは。ブリトニースピアーズのゾンビが来たらどうする。いや、でもどうなの。だからでもエロいんだよ、おっぱいも出てんで、パンティ1枚で。ブリトニースピアーズゾンビ、いや、だからその見た目がそんなにほらゾンビっぽくなければ、で顔はもうゾンビよ。だからそのなんかこう映像よ、バーンってなって映像が嫌なの。映像が嫌なの。そう顔隠す、今一回顔隠して顔隠す。うわっておじさんがやってもダメよ。大丈夫だそれは。わかんないなぁ。なかなか、イーガールズミスタースノーマン、イーゾンビでしょ。さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とエンジェラス安田がお届けしておりますサンデーナイトドリーマー。続いては謎のコーナー、安田プレゼンツ。いや安田が新しいコーナーの案をいくつか考えてきているのでやっていくという。ちなみに先週募集した自己紹介 Z にメールが来ているそうなので、はい、その紹介先にやっておきますか。お願いします。はい、ラジオネーム名鉄バッファローさん、うん、テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね、維新三欠デブキャラ担当、西郷隆盛ゼッ。うまいちかよ。ラジオネームロリコップ、私の周りはみんなクズ、一人は喫煙、一人は不倫、一人はどっかに消えました。私はブログで荒稼ぎ、
子育て乗せれば儲かるんでしょ、辻のぞみちゃんです。いまいちかよ。ラジオネーム三平、うちな世間からめっちゃ軽い女やと思われてるやんか、けどなほんまはめっちゃ真面目でな、ほんまに好きな人としかセックスせえへんねん、みそのうるせえ。やりません、これはやらないのかよ。新コーナー、はい、ゆえ、いや、まあ、言ってくださいってことなんでね、うん、まあ、あの毎週毎週募集をね、うん、していただきまして、もう、まあ、いいよっつも多分おると思うんです。言ってみろ、はい、まあ、言ってみてくださいということなんでね、言ってみたいと思いますけども、先週、うん、あれさんですね、あの、うん、食べログがなんかちょっと好きだと、うんうんうん、好きね、はい、ワタログっていうコーナーを、ワタログ、この芸能界ナンバーワンの食通である、まあ、ワタ、おいおい待って待って、はい、おいおい待って待って、なんだなんだ、あ、出てきましたね、もう一回だろ、芸能界ナンバーワンの食通、おいおいおい、いや、ツッコミが早いでしょ、まだ名前言ってないんだから、ジモンさん、ジモンさん早いですよ、芸能界ナンバーワンの食通である渡部の、おい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 、そこで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 、いや、いいんだよ、まあ、渡部のですね、作る食べログを募集しようじゃないかということで、なるほど、はい、これ例題いきます、うん、例題いくとまたなんか変な、渡ログっていうか、はあ、まあいいね、まあいいよいいよ、ちょっとりあえず、とりあえずどうですか、うん、いいですか、じゃあ、まあまあ、その書いてあるやつですね、はい、すれ違いヘルスの第一人者と呼ばれるお店アンジャッピュに行ってきました。お店に入ると受付が、渡部さん、うちは結構品数ありますけど大丈夫ですかとのこと、よし気合を入れていきましょう、まずは関西風からサバの棒寿司型バイブ、バイブに大葉が巻いてあるのでさっぱりといただけます、続いて白甘大型バイブ、カワハギの昆布締め型バイブはブツブツもたっぷりで香りも抜群でした、いやー食べました、レベル高いです、特に明石さん淡路島産のバイブの扱い方はさすがでした、まだまだ進化しそうですね、楽しみです。ああなるほどね、はい、うん、ワタログっていうか、まあ、渡部のクソブログだね。渡部のクソブログ、これ、あの、ちなみになんですけど、あの人のブログのとこ行って、うん、結構割と文章を引用してきました、そんな感じのね、はい、実際、まあ、渡部のクソブログならまあちょっとやってもいいかな、ね、まあ、渡部が、はい、いろんなものに点数つけたりとか、はいはいはい、ブログ書いてるってことですね、はい、そうですね、渡部のクソブログっていうタイトルがね、はい、いや、まあ、でもそれでも採用になるんだったらね、うん、まあまあちょっと、まあ、保留です、渡部、まあ保留かい。はい、他はないのか、ありますあります、うん、まあね、タイトルからいきましょうね、うん、何でもウォーカー、うん、これ実際にですね、うん、例えば溝の口ウォーカーとか、うん、西宮ウォーカー、うんうん、なんかちょっとマニアックな場所というか、東京ウォーカーとか大阪ウォーカーだけじゃなくてね、うん、広いところだけじゃなくて、その、うん、そういう狭いところから、あとなんかね、探したらガールズバーウォーカーとか、なんか触手を扱うウォーカーとかもあるんですって、うん、でまあウォーカーの雑誌がいろいろあるんだったら、うん、リスナーの人が見つけたウォーカーをちょっと発表してもらうと、うん、その特集と両方発表してもらおうじゃないかと、例えば例えば言うと何か変な感じになる。まあいいですね、うん、寺門ウォーカー、うん、特集寺門ジモンの書き下ろした小説永遠の29、うん、とかですね、三股ウォーカー、うん、特集三股の面白いところはここだぞとかですね、うん、はい、なるほど、はい、うん、OK、 次は特にですか、特にですね、特にちょっと一応見てるだけだから、はいはい、あとなんか先週またかわいいものがいいなとかっていうね、うんうんうん、ポップなものがいいって伺ったんで、うんうん、まあ、タイトルそのまま「かわいくない?」っていう、うん、何でもですね「かわいくない?」と同意を求めてくる女、うん、川の流れ明美ちゃんがですね、かわいいと思うものを募集していこうじゃないかと、うん、これちょっと例がちょっとあんまりないんですけど、何やってんだよバカ、考えてこいよ。いや、すいませんすいません、なんか、うん、まあまあ、でもまあアバウトに言うとこんな感じ、ね、はい、じゃあ全部で今のところ何、なんか案があったっけ、今までもう9、ろくなもんじゃねえとか1位2位3位とか、はい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 、13位とか、はい、うーん、そうだな、
まあ渡部のクソブログがまだちょっといいぐらいかな。まだ保留だな。うん、保留毎週じゃん。何？毎週。いやしょうがないだろ。毎週じゃん。うん。ゾンビやる？ゾンビ。ゾンビ？ゾンビ。怖いんだろう。いや怖くないけど。怖くないけど、うん、ゾンビ？うん、ゾンビ。ゾンビとかさ。ゾンビ？ちょっとなんかそうだな。やっぱりラジオって結構あれがほら好きじゃん。アニメの声優さんのラジオとかすごい人気あるじゃん。ああ声優さんのね。アニメ系のやつとか、はい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 、ちょっとアニメ系のやつとかさ。アニメ系？ゾンビ系アニメ系。ゾンビ系？ゾンビ系？アニメ系？ちょっといろいろ考えておかないと。渡部のクソブログだけじゃダメだよ。渡部のクソブログは結構気に入ってんだね。渡部のクソブログって言いたいだけ。なんかまあまだ2月もあるしな。まあもうちょっとあと4回あるから、まあ、あと3回放送あるから、まあなそれまでになんとかじゃないと。あれまた女子とかやるぞ。いや別に構いませんよ。女子やっていただいても、はい、はい、カブト君とかやるしかない。いやいやいいですよ、それでも構いません。大型企画を待ってんだから。もう2ヶ月ぐらいでコロッと変わる企画じゃない。もうドンと、もうこのラジオといったらこの企画だねっていうの待ってんだから。せこ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 したお前企画考えてきてんじゃねえよお前。そうだろう。もうほんとなんかあれだわ。マッコイに怒られてるみたいだわ、なんか。マッコイに怒る。マッコイに怒られてんじゃないよ。本当に。頼むね。わかりましたよ、はい。もし本当に2月の終わりまでに、うん、いい企画が出なかった場合は、はい、これはもうあれですよ。ゾンビの巣に投げ込むよ安田さん。どういうことだよ。ゾンビがいるところに投げ込むしかないよ。ゾンビの住処に。何それ。ゾンビが襲われるからね。何どここで。マジでマジで、うん、今日はいないけどそんなに、うん、ゾンビいっぱい呼んで。ゾンビって本当にいるの。いるよ。え後ろ見てみな。おいやそのぐらいじゃ怖くないんだよね。だから替え歌、はい、今日課題曲こちら、はい、ベイビーベイビーベイビーかな。ゾンビ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 勝手にお前の心臓を食べてやろうが。いや俺ゾンビ大丈夫だわもう。もうそんだけやれて大丈夫だな。カッコつけてないんだよね。今回スリル、布袋寅泰スリルでございますけど。なんで替え歌やる前に替え歌にしたんだよ。ラジオネーム、よっちゃんもっちゃん。昼昼昼寝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 9時間寝たが5時間昼寝。寝すぎだお前バカ。寝てんじゃねえよお前。ラジオのケツだし。タレ塩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 タレカルビーサイズの落ち葉を食べる。あとケツ出しエッフェル塔改めケツ出しになりました。あげとくよじゃあお祝いに。パン、はい、ラジオネーム根は真面目。ミラ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 ビラジョーボビーイチキンちゃんファミリー。本当。いや本当じゃねえよ。なんで指定したんだろう。ミラドボビッチ、ミラジョボビッチといえばゾンビ倒してね。ミラジョボビッチ、そうだよ。見てないかわかんない。だ見たことないから、ゾンビ映画も。何ミラジョボビッチ気取りで。ミラジョボビッチ気取りじゃない。俺倒そうとしてんの、ひょっとして。俺倒れない、俺ゾンビだから。そんなに苦手じゃないよ、俺。ラジオネーム、ナスビマン。うん芋麦そば米焼酎全部うまい楽器の推し一個それよりうまい。そん
なわけねえだろ。ラジオネーム、そうね。イクノブ。肩腰腰腰腰腰腰辛いのはラマンチャだけさ。ちょうど腰腰だけじゃないだろ、別に全員辛いだろ肩腰は。はい、来週どうしますかと。はい。ね、もうバレンタインが近いのかな。うん、まあ、そうですね。そうね、まあ8日ぐらいですから、バレンタインが近いから、それ系は、国商さんのバレンタインでキス、ちょっとこれは良くないかな、旦那さんがちょっと問題あったから。いや、そんなことはね、まあまあ、まあそれだったらね、まあ代表的な感じですからね、バレンタインでキスは。ファンキーモンキーゾンビーズってなんだっけ、ファンキーモンキーゾンビーズ。ベイビーズでしょ。ドリームズカムゾンビ。いや、カムトゥルーね。ラブラブゾンビ。だゾンビないですよ、ゾンビ。いや、もう俺だから本当ゾンビ怖くないわ。ゾンビ怖いってごめん。なんなんだ、見る見る見る。はい。好きになるわ。ほんと、はい、じゃあ、あとどうしようかな、じゃあ。バレンタインキス嫌だな。なんだ、なんラブラブラブってやったことないっけ？ドリームズカムトゥルーね、やったことないみたいですね。ほんと？うん。ラブラブラブってどう、ねえ、どうしてー、そうですね。それやったことは、俺、これ、それ歌ったことあるけどな、俺。あ、そうですね。ねえ、どうしてーって言った、ここで言ったことある。いや、だからあれじゃないの、曲決めの時にさ、うん、あの、歌って自分で替え歌にしちゃったりするじゃん。あ、そう、それでそれでできちゃったりしてたんじゃないの、きっと。ねえ、どうしてー高いんだかなー変わっちゃったよ。変わっちゃったぞ。ねえ、どうしてー聞かれてもわかんないけど。ねえ。ん？どうして？何が？私がこんな風になってるかわかる？いや、わからないですけど。ん？あなたが、あなたが私を殺したんでしょう。よく今のおのおとそうやって、私以外の女と結婚して、幸せになってるわね。いや、まあ別にそんな、私は暗い暗い土の中でね、はあ、3年も待ってたのよ、はあ、3年ですか、3年前に会いました、こっちをご覧なさい、はい、私の姿を見てどう思うの、綺麗って言ってよ、どう、綺麗、うわもう時間の無駄だってこれ。さあ、龍神さんでなってる、そうそう、お別れなんですけど、ちょっとゾンビがいっぱい出てきちゃうんで、今のは怖かったでしょ、もう本当に俺自分でやってて怖かったもん。いやいや、そんな、だから途中まではすごいなんか、うんうんってなってきたけど、最終的なとこは全部一緒なんだ、あーって言われて。うわー怖がってんじゃねえか、お前が。お前のが苦手じゃねえか、ゾンビ。曲、ラブラブラブ。ラブラブラブ。ドリームズカムトゥルーのラブラブラブ。ラブラブラブ。はい、じゃあどこの部分かっていうのは、はい、ホームページを見ていただいてということ、あとね、ツイッター情報ね。ほう。ラジオネーム星の王子様、FM 宮崎。ちょっとゾンビナイトになっちゃってごめんね、みんな。今日は怖かったと思うけど。新宿ロフトプラスワンに来たような気分になっちゃったかな。ラジオネーム星の王子様、FM 宮崎。世界最大のペニスを持ち、人間三脚や服を着た世紀とあだ名される、ジョナ・ファルコンのツイッターについてです。ジョナ・ファルコンのフォロワーは6000人、彼のペニスは勃起時で34センチ、34センチで6000人、有吉さんのフォロワーは400万人、つまり単純に666倍です。これをペニスのサイズに変換すると 22,644センチ、つまり226メーター44センチです。ありがとな。ありがとなじゃないよ。何ちゅう無駄な計算なんだよ。ラジオネームラジオネーム、いたき橋、いふみしが、有吉さん、一応今金属バットとタウンページでフル装備はしてますが、もう本当にゾンビいませんか。約束をしてくれるなら、そろそろ押し入れの布団の中から出ようと思ってます。怖がりすぎなんだよ。そうか、大丈夫、もうゾンビいません。はい、ラジオネームネズミ後輩、ゾンビさん
今日のお昼ご飯は何を食べましたか？ネズミの心臓だよ。そんなに怖がってないでしょ。今日これみんな聞いて聞いてないんじゃない、もう。あ、このパターンねみたいになっちゃって。だってもうだって本当さ、元ドラえもん的な答え欲しいのにさ、大体おーってなっちゃうから。あ、何なんで怖がんだよ俺の。やるわじゃあ今度モノマネでゾンビみたいな感じのやつ。ラジオネーム真夜中は外反母趾。FM 宮崎。有吉さん、ゾンビネタが過剰すぎて、田舎の真っ黒な道をジョギングしながら聞いてる私には今日の放送きつすぎます。先ほど我慢できず失禁してしまった。環境が悪いんだよ。こんな屈辱を味わったのも全て怖がりの安田のせいです。だからもうやめなって。もうそんな環境で聞いてるからちょっと入っちゃったんじゃないですか。いや、もうゾンビ終わり終わりですよ、はい、もう、はい。でまあ、たまにはいいかもね。お相撲ドリーマーがあったりゾンビドリーマーがあったりいろいろありますけど、そういう時はあのリスナーの皆さん途中でね飽きないこと、まずはね。今日はこれなんだなっつって、ね、そこはついてこないと、うん、そうそう、それをどこまで楽しめる。ジョニー・デップのジョークのだなと思ったら我慢できるだろう。あれに比べりゃ大丈夫ですから。ちょっと聞いてください。であと新コーナー安田さんの出来次第ですけどね、はい、まあできたら新コーナー早々にやりますから。あ、そうですか。いいのが来ない限りは一生できませんよ。本当にこれあれだね、俺2月終わってもさ、また3月も出してこいって言ってそうだよね。ファックスで送ってこいってなるからね。気をつけないとお願いしますよ。いや、まあ分かってんすけどね。さあそろそろお別れ。お相手は有吉弘行と、はい、デンジャラス安田でした。また来週。怖い。